橋本です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、それではですね、今回の動画は、えー、視聴者さんからあの2つ質問を受けましたので、そのことについてご回答いたします。よろしくお願いいたします。えー、質問内容をまずお先に、先にお伝えします。えー、一つは、えー、アセンション。本当の意味で地球がアセンションすると、その時の この三次、この物質次元はどういうふうになってますかということ。が二つ目。えー、私が常々、壮年観察っていう言葉をよく使うんですけど、この壮年の観察っていうのは一体何のことですかっていうふうに言われました。このことについてご報告いたします。じゃあいきます。えっと、まず私が今から20年ぐらい前から約3年間ぐらいの間に、 え河、ー、口湖に高素風呂を経営している小桜さんという方とのご縁ができました。でこの人が、えー、もう完全なチャネラーでした。で、えー、特にプレアデス星人、プレアデス星人の記憶が鮮明で、まあ宇宙人ですね、どっちかっていうと。だから神様より、まあ、まあ、上下ってないんだけれど、神様のちょっと下の 高次元の宇宙人であるプレアデス製の人とのチャネルリングで宇宙からの情報を大量にもらってました。で、そこで得た情報の一つとして、えー、無農薬野菜とかその作り方、ね、それから、えー、お米作りをした後にその米がこう、ぬかで残るんですけど、これが、えー、発酵させて、 この発酵させた米,米ぬかの中にお風呂として入るとすごく浄化がされる波動が上がるそして体の悪いのが解毒がされるみたいな感じでやってました。それと同時に、えー、と宇宙からエネルギーを受け取るのに「ハテナ」っていう名前の一つのこう何て言うかなオブジェみたいなのがあって。 これを、まあ、プレアデス星人からしっかり教わったものをそのまんま形にしてそれを販売してました。で、そこに当時私が行った時には小桜さんと共に、えー、そのチャネリングをする、うんえーまあ、同じプレアデス星の宇宙人とチャネリングをするご夫婦があの住み込みで働いていたり、えー、そこに将来高素風呂を 自分もやりたい地元に帰ってやりたいっていうやっぱりもう半分霊的能力のあるチャネリングができるそういうような人がたくさん当時来てましてでそこで私はいろいろと宇宙の話そういったことを聞きましたでそこで言われたアセンションした星の具体的などんな状況かなんですけれどえっとまずはですね 完全ににアセンンショしした星は田舎暮らしになります今でいう明治の前江戸時代の時に平屋建ての家があってそこにたくさんのご家族が住んで要するに2世帯も3世帯もで周りが田んぼや畑になっていてそこで農作業をするその時に野菜も作るしお米も作るんだけど大麻も作ってます はい、そしてこの大麻草が非常に重要視されていて神事要するに神,神とつながるためにその薬あの薬草あの葉っぱを使ってたりそれを食べたりそれを医療用に使ったり、うん、それからえっとこう神とつながる時の何、うん、て言うのかな、うんまあうんまあ、おまじないって言い方がいいのか、まあ、いろんな言い方があるんだけど今チャネルリングなんだけど。 そういった時に非常に重宝されていてみたいな感じです。で、えー、次に農業っていうとすごく機械を使わなきゃいけないとか、朝から晩までやっても体がヘトヘトになるとか、女装しなきゃいけないとかいろんなこと言われてるんですけど、もうこの時には完全に宇宙技術が解放されてます。フリーエネルギーとかね。で、そういうものが解禁されていますので、だいたい1日4時間、 えー、畑作業をすればもう十分 OK です。で何をするかっていうとフリーエネルギーを使った機械があるんです。機械というか、まあ、マシンだねあの。簡単なイメージとしてはドラえもんが横にいてさあじゃあ今から除草するよっったらそういった簡単なものが出てきてそれを使うとパーッて一瞬にして除草ができる、うん、とか、えー、と田植えをするのに田植えするのに機械を使うとかじゃなくて。 一瞬にしてバーンとこう負けたうえが終わるとかとにかくね疲れたりとかそういったことがない要するに宇宙技術を使った何、えー、て言うかな農作業をやるので本当に少ない人数で大きな田んぼや畑を管理することができるという感じですで余ったものは本当にその周りの友達や知人とかその住んでる人たちにもうどんどん分け与えるそんな感じです そして大麻草を使った人はその草を使ってそれで洋服を作ったり靴を作ったりアクセサリーを作ったりとかして要は朝の要は洋服を着るのでそこから着る服によってその体の中にある老廃物をこう吸い取ってくれたりとか、まあ、そういった作業効果もあったりとかして要するに、えー、みんな得意分野があるんです。あの 野菜を作りたい人、お米を作りたい人、うん、それから、えー、タイマスを作りたい人もう、みんなそれぞれ。だけども、それを全部自分のものにしないし、それをお金で売買するってこともしません。とにかく、作ったらみんなに配る、うん。欲しい人にあげる。そんな感覚をやってる。こういうイメージですで。なおかつ、その時に使う移動手段。田舎ですから何もないでしょ、あんまり。 だけど、例えば、町から町、次っていう時に、こう、一人乗り用の UFO みたいなのがあるんです、UFO。うん。ふーって浮くの。うん。イメージ的に僕が見た絵はね、丸くなってて、コーヒーカップの横がないみたいな感じで、こう、丸くなってて、そこに乗れて、こう、手がつながれるみたいなさ、あ手を押さえて、ふーんって浮くの。ぶーんって。うん、で、浮いた瞬間に、もう行きたいところに、なんかセットすると、ピューンっていくの。 ピューンっていくの。そういうイメージ。だから、例えば東京にいながら、あ、名古屋のお友達に会いたいなっていうと、その、セットすると、一瞬で名古屋にピュッて行くみたいな。そんな感じ。で、もっとすごいのは、その乗った乗り物を、そこで乗り捨てられるの。乗り捨てられる。の。そうすると、今度はその名古屋にいた近隣の人が、その乗り物を使って、次京都行くとかさ。うん で、今度、京都に行って乗り捨てられたら、この京都にいた人が、今度、その UFO に乗って、九州に行くとか。まあ、そんなような感じで、移動は簡単なの。ピョッ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 って。そういうことができる。こういうことが、えー、で、それも、ただなの。うん。ただで使えるの、こういうのが。ね。だから、移動手段も全然問題ない。うん。で、仮にあの、ちょっとね、高度になると、地球にいながらにして、 火星に行くとか金星に行く。これワープって言うんだけど、こういったこともね、簡単にできるの。うん、それからえ、今私たちのね、あのー、年齢っていうのは、大体いい人生80年って言われて、大体いい残りの10年間ぐらい寝たきりだったりとかさ、ね、具合が悪い。足が痛いだの頭が痛いだの目が見えないなんてなってるけど、もう病気なんてのは一切ないの、うん。全然ないんだよ、うん。もう健康そのものでぽっくり死ねるって感じなの。うん、そして、もっとすごいのは、 年齢も 200, 年200歳まで生きてますとか300歳生きてますとかこういうのが普通に会話になるからだけど見た目はもう30代40代と全く変わらないからもう年が分からないえってえ本当ですかっていう感じそれぐらいあのこの3次元の概念とそのアセンションした星の概念全く違うから、うん、まあそんなことですえっ、ー、とちょっとね9分喋ってしまったんで 一旦、えー、アセンションした星のこと、まあ、本当に簡単に今しゃべりましたけれど、こういったことを、えー、この,こあの川口湖の高層風呂の、えー、プレアデス星人がたくさんそこに来てたんですけれど、その代表が小桜さん。でまあ、残念ですけど、もうおばあちゃんになって、えー、もうお亡くなりになっておりますので、この小桜さんにお会いすることはできません。ただここの意思を継いだ、ね、このをい このアセンションのことについて、魂の磨きのために、この施設を引き継いだ方がいまして、その方との連絡、それから営業もつい最近、昔のように再開なされたということなので、それについては良かったなというふうに思っています、まあ。第1部ですね、ここで一旦終わります。で第2部では、えーと、ここでよく言われている、少年観察ということについて、ちょっとご報告させていただきます。 ありがとうございました。